三権分立は知ってるな。立法権の国会、行政権の内閣、司法権の裁判所。権力が集中してしまうと誰も止められないから、権力を分散させ互いに監視抑制する仕組みだ。覚悟は決めたのか？他の方法なんて考えてもねえから、我が輩の言うこと聞いとけって。あ、猫の鳴き声しなかったか？噂になってる猫がその辺にいるのか。ほら静かにしろ、大事なとこの途中だぞ。本人見てんだけどな。おい、あれ、こら、授業中だぞ。あれ、飛び降りるんじゃ。なに、すずしお、マジ、こら、座ってろ、出て行くな。鈴井さんと行こうよ。どうなってんだ俺らも。野次馬だらけじゃね。こっちはダメだ。どうしてくれ。あ、なんだよ。どいてくれ。どうして。授業中だぞ。しろ、こいつらクソだな。誰か付き添いを。教職員の方いらっしゃいませんか。私は担任ではありませんから。こういうのは校長が。行きます。早く。どうして。教室に戻りなさい。あいつ
三島、なんか変じゃね。今度こそ吐かせてやる。一旦教室に戻るんだ。他の生徒もまだ返さないでください、先生方。痛いって。なんで逃げたんだよ。え、逃げてないし、飛び降りてんだぞ。やめてくれよ。そうだよ、別にお前締めようってんじゃねえ。チクったとかも言わねえから。鈴井は鴨志田先生の呼び出し受けてた。なんだそれ。教官室に俺何回か鴨志田先生に呼ばれてたから、俺や鈴井だけじゃない、他の部員も。先生機嫌が悪いとご指名で。やっぱ体罰マジだったわけか。でも鈴井、昨日特にヘマしたとかじゃないのに急に呼び出されてて、鴨志田先生すごくイライラしてたから。まさか、あの野郎。あ、坂本、きっと鴨志田先生のところに行くつもり。2階の体育教官室だよ。体育教官室に入っていったぞ。あの子に何しやがった。なんだいきなり。しわばっくらんな。いい加減にしろ。あれは指導なもんかよ。なんだと。俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。ここで鈴井は。証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。百歩譲ってお前の想像通りだとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんな奴が何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。かわいそうに。嘘だ。またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。なんだよクソが。なんで止めんだよ。けどよ。ほほ、お前が止めるのか。遠慮しないでやれよ。あ、そうか、やれないか。まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うことを誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。
それに一緒に被害者面してるけど前歴のことバラしたのお前だろ。ネットに書き込みしたんだよな。三島？言われて仕方なく。さあもういいだろう。退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。こんな奴のせいで。お前そうか、あれか。はあ、頭どうかしたか。クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。もたもたしてらんねえぞ。さっさとあの世界行って、あのクソ野郎をぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて、歪んだ欲望を奪うん覚悟はできたってことでいいんだよな。例の廃人になるかもってやつ。俺はできた。あいつのせいで人が死にかけたんだ。もうどうなのか知ったこっちゃねえ。お前は？ならいい。そういやさ、パレスを消滅ってやっぱ大変なのか。試したことあるんだろ。いつそんなこと言った？は？は？知ったかぶりかよ！退学って本当？噂になってる。またか、鴨志田の野郎。んなこと言いに来たのかよ。鴨志田やるなら私も混ぜてよ。志保があんな風にされたのに何もできないなんて嫌だよ。お前には関係ねえ。首突っ込むな。関係なくない。志保は私の。邪魔すんなって言ってんだ。容赦ないな。あんなとこに連れてけるかよ。思い詰めなきゃいいけどな。いざってなると女の方が大胆だったりするもんだ。さっさと鴨志田やりゃ済む話だ。今から行こうぜ。こっからは向こうに入った途端に怪盗扱いだからな。気合い入れてけよ。あ？怪盗？密かに入り込み華麗にお宝を盗み出す。まさに怪盗じゃねえか。なんかかっこいいな。しかも鴨志田の名前と学校と城だっけ？音声入力で謎の異世界に。どんな仕組みだこれ。誰かが作ったんか。少し気味悪い気もするが、いや、鴨志田の野郎見てやがれ。行くぜ。やっぱなんかするつもりだ。スマホが関係あんの？名前と学校と。え？
うっし、一暴れするとしますか。なにこれ。さ、高巻。その声、坂本と、もしかして。なんでいいんだよ。知らないよ。何？ねえ、ここどこなのよ。学校なんでしょ。なるほどな、ナビってやつに巻き込まれたんじゃないか。一人が使えば一緒に入れるなら、使ったやつの周りも巻き込むってことだろ。マジか。てか、鴨志田に関係あんだよね。とにかく出てけって。やだ。騒ぐとシャドウに見つかるぜ。嘘、喋った。化け猫。バッケー。てか説明しなさいよ。それまで帰んないからね。無理にでも追い返すしかねえ。つってもどうすりゃいいんだ。入った場所へ戻るじゃねえの。前そうだったろ。そっか。なら手貸してくれよ。何？全部終わったら話すから。ちょ、どこ触ってんの？お、ごめん。あ、じゃなくて。あんたらマジで。今度からナビ使うときは気ぃつけねえと。使う道具のことは確かめとけよ。なんで見てただけの我が輩の方が詳しいんだよ。うっせえ。つか、出鼻から高巻に知られちまったよ。さっさと片付けるしかねえぞ。彼女、高巻アンって言うんだろ。アン殿か。シャドウどもに気づかれてるぜ。気合い入れてけよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。ジョーカー？あだ名か？ダッセイ言い方するな。コードネームだ。本名で呼び合う怪盗なんて間抜けだろ。我が輩嫌だ。それにパレスで名前を大声で呼び合ってたらどんな影響が出るかわからねえし、念のためだ。つうか、なんでこいつがジョーカーなんだ。戦力的に切り札だからな。決定だな。次にリュウジ、お前はそうだな、ヤンキーだ。喧嘩売ってんのか。自分で決めるわ。俺っつったらこのドクロマスクだろ。いや正直嫌いじゃねえよこれ。ドクロって英語でなんつんだ。聞くのかよ。スカルじゃないか。お、いいんじゃね。俺スカルな。何がいいよこいつのコードネーム。モナでどうだ。まあジョーカーもそれで呼びやすいなら納得してやる。よし、我が輩らはたった今からジョーカー、スカル、モナだ。今後はコードネームを徹底するぞ。
よっしゃ、お宝ってやつを取りに行くか。ダッシュで行こうぜ。